こんにちは。ロバート探してる。ここを通った。あ、30分前な。ハトバに戻った。今もそこだ。てかこんな世界でもちゃんと金は機能してるのすごいな。やっぱ金発明したやつすごくない？世界は滅亡しても取引にはお金が使われるんだよ。とんでもないな。てか俺勝手にさ、なんかカードに見えてて、なんかクレジットカード的なさ、そういうのを持ってきたと思ったんだろ。2ヶ月分の食料ってじゃなくて普通に紙の金だったね。あの坊やに渡したのもだからカードだと思ってたけど普通にお金だったね。やれやれ。おい、隠れる場所あんじゃねえか。ここで銃撃戦が行われます。誰？通して。命が惜しいなら回れ右してとっとと帰りな。あなたたちに用はないの。ロバートを渡して面倒は嫌でしょ。早く後ろ向いてどっかへ失せろ。いなくなってほしければロバートを渡しなさい。おい、早くここから出ていかねえとお前のその頭かち割っちまうぞ。あら、そう。おお、隠れよ。準備いい？ああ援護する。脇から攻めて。脇から、脇から攻めろはわかるけどさ、大丈夫なんですよね。うお、すげえ。あ、死んでないの？しゃい、肩。はい。死んだか？手当てして。はい。体力がないのよ。え？さすがね、ジョエル。今、ジョエルって言うんですか？ジュエルですか？ジョエルですか？どうやってこいつらを集めたんだ？うわー。そういうことだけはロバート得意だからね。うわー、こんな不意打ちで死ぬの嫌だな。血だまりの出来方が雑だぜ。し、剥ぎ取り完了。え、待って、剥ぎ取りしてるから今。玉欲しい。玉ないっすか？なんで玉落とさねえんだお前。剥ぎ取りさせろや。ふざけやがって、ほんま。ネズミじゃないか。食おうぜ。ネズミって火通して菌なくなるのかな、ちゃんと。怖くない？それでネズミ食うの。まあ、それで生き残ってるからな、今人間が。なんかそこまでだと思うけど。また戦うことになるじゃないですか、これ。明らかに隠れるための建物というか、物ありますもんね。ロバブか？テスを消しに行った二人が殺された。テスとジョエルは間違いなくロバートを狙ってここに来る。まったく、引き受けるんじゃなかった。しょうがない。警戒して誰も忍び込めないようにしよう。おお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 。あいつに任せてればいいんじゃないかも。すぐ死んだよ。剥ぎ取り、剥ぎ取りないわ。さ、動いて。ごめんなさい、なんか働いてないみたいな言い方された。働いてないけど。さっき話そうとしたのは冗談通りでのことだ。市民を5人ほど連れて兵士たちが現れたんだ。全員手錠かけてな。片方やってちょうだい。そう、彼らを壁の前に並べてバンバンバン。全員処刑された。片方やって。ひどいな。うん、町中で起きていることだ。厳しく弾圧している。ああ、いとこがメンバーだ。本当か？ああ、世界を救うつもりらしい。無事だといいが。会話終わった？片方やってって無理じゃない？おお、大胆、大胆ですこと。大胆だぜ。うわ、え、そんな、ヘッドショット、ヘッドショット。いた。ちょ、下手くそやな、お前ネイト見習えよ。しネイト見習えは無理やりすぎるな。俺だしやってん。俺下手じゃない？なんか暗殺できなくない？一人やってって言われたから今やったけどさ。あ、鍵だ。鍵、倉庫の鍵はここか。キョッケー。しー、おいおい、
めちゃくちゃ普通にそういうことだな。それが終わったら出発しよう。もうじき外出禁止だ。あ、字幕つけました。今夜の警備は誰だ。奴は一人で寝るのを怖がってるぞ。さあな、他の奴らと会って考えよう。この敵のおしゃべり聞くのもね、結構醍醐味だったりしますよね、こういうゲームの。バーこういうことしかできません。お、よ、当たったな今の。なんで当たったんだ。痛いん？はあ？しゃ。ゲイ。俺、強行突破しかできねえから。すまねえな。迷惑かけしまうことになるけど、俺について来れば、とりあえずクリアはできる。なぜなら主人公だから。それで頼むぜ。てかなんか普通に生きてる人間ぶっ殺してるけど大丈夫なのかな？そういうゲームだから OK 的なやつ？ロバートなんでしょ今からの敵って。このロバートの部下こんだけやってたらさすがにまずくね。頭じゃないところ、しかも腕とか肩を3発撃っただけで死ぬという、よくわかりませんけど。はあ、頭当たっただろ今。ふざけんなマジで。頭当たっただろ今。もっと人手がいる。かえって邪魔になる。ええ、そうね。え、二人っきりがいいってこと？ハトバはこっち。ハトバ。やりましょう。オッケー。じゃあ今からが本番ということですか？さっきのね、ジェイルの二人っきりがいい発言にちょっとときめいていますけど。力あるなぁ。鎖持つの怖くない？鎖とさ、鎖の間に指挟むとめっちゃ痛いからさ、結構嫌なんだよね。あそこにいるわ。多いなぁ。トミーじゃない？気取ったクズ野郎。さっさと終わらせよ。口悪いぜ。おっと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 、え、びっくりした。何をしてんねんと思っちゃった。北からの連絡が途絶えた。そして南からの連絡だ。くそ、もう条件なんてどこにもねえ。だから俺たちも公営なんてやってるんだしな。ロバートの野郎も約束は守るだろうか。それでどうなる。下手に動かない。数が多いわ。ロバートたちも一枚岩じゃないな、完全に。今の話を聞いていると。俺一人ずつやるしかないな。さすがに数が多すぎるって言ってましたもんね、今。今、周りに誰からも見えてないから、こいつを殺すことは余裕。やっぱこのぐらいかかるよな、人倒すの。あら、まあまあね。は？ありがとう。美人に褒められたらどんな言葉でも嬉しいよ。気持ち悪い。めちゃくちゃ個人的な話になってしまうんですけど、やっぱちまちまやるの向いてねえんだよな。頼りになるわ。ありがとう。やっぱりちまちま行くのは向いてないですね。お、いいじゃない。君銃持ってるね。君だね、銃持ってるのね。おら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 、死ね。おぶろぶろぶろ、やばいやばいやばい。ね、めちゃくちゃ強行突破しちゃった。あのオフィスにいるはず。行くわよ。よし、ほな行きますか。めちゃくちゃめちゃくちゃプロっぽくないか今の。
ゆっくり入ってすぐ構えるっていう。仕方ねえ、やったるか。ほら。失せる、失せる。話があるのよ、ロバート。お前に話すことなんか何もないぞ。銃を下ろして。気をつけろ。逃げた。もう殺すしかなくなっちゃうよ。ロバート。なんで逃げちゃうの。ジョエル、こっちよ。俺はさ、ほらここに入ったわ。お前と喋る気しかなかったんだよ。お前のことを本当に助けてやろうと喋るしかないと思っていたのにさ、どうして逃げちゃうの。逃げちゃったらもう殺すしかなくなっちゃうよ。くそ、アキ。ジョエル、こっちよ。ジョエルね。ジョエル。ちなみにさっきのセリフは龍が如くに出てくるキャラですね。ほらもう話すしかなくなっちゃったよ。あらロバート、テス、ジョエル、悪気はなかった。もちろんよ。よしいいね。会いたかったなあ、お前が聞いたのは全部デタラメなんだ。俺は銃はどこにあるのか言って。ああ分かった。でもややこしいんだ待て、まずは話を聞いてくれ。ケープ、うお、くそ、容赦ねー。分かった、やめろやめろやめろ。ああ、くそ、わめかないで続けて。うわ、撃っちまった。なんですって。仕方なかった、借りがあったんだ。こっちにもよ、判断を誤ったわね。少し時間をくれ、一週間でいい。私を殺そうとしたくせに今さらバカ言わないで。殺そう、誰に言ったの。言えねえ、言えねえ。この状況、3日くれれば、この状況で誰に撃ったか言いなさい。おったよ。ファイアフライだ。奴らに借りがあった。なんてこった。はあ、なあ、奴らは軍と揉めてる。今すぐ乗り込んでぶっ殺して銃を奪おう。どうだ。無理だろ。おいおい、ファイアフライなんてクソだぜ。お前だよ一番のクソ。ほんとバカなやつね。あ、でどうする。2発、銃を取り返す。どうやって。さあね、説得するとか。とにかくファイアフライを探すの。ここにいるわよ。え、誰。早速女王様のお出ましだ。女王様、なんでここに。ビジネスよ。痛そうじゃない。あ、撃たれてんのか。ロバートは、え、目打ってる。なるほど、そういうことね。彼が渡した銃は彼のじゃないのよ。返してちょうだい。そうはいかない。返してもらうわ。金は払った。武器を渡すなら見返りがいる。まあそうだわな。カード何枚欲しい。配給カードなんていらない。あ、やっぱカードだったんだ。運んで欲しいものがある。うまくいけば銃は返してあげる。それでどう。配給カード。銃はどこにある。なるほど、金でもないんか。軍の奴らにだいぶやられたと聞いてるが。疑ってるのね。見せてあげる。逃げないと。どうする。まず銃を見ましょう。じゃあ来て。このさ、いや、さっき すげえなって思ったのが、もうこんだけ弾がねえ弾がねえっていう話をしてた後にロバートを殺すためだけに2発使ったことあれが、あ、怒ってるなっていう、あれだけでさ表現するのすごくね。あ、怒ってるわ今っていうさ。うわ、腹に穴開いてんのによういけるわお前。
っぱそういう形のはしごって共通なんだ。ちょ、登らせろよ。すげえ、緑色の階段もアンチャーテッドと一緒だな。舞台は同じか。おっとっと、あの爆発、あなたの仲間、その残りに少ないからあなたを頼る。そういうことか。こっち。ちなみにファイヤーフライってどういう活動の人たちなんですか。それだけ聞かせて。なぜ今なんだ。おとなしくしてた。町を出ようとしてた。でも軍は見せしめがいる。だから私たちを狙った。そうみたいだな。自分たちを守ってるだけなの。はあ、そういうことか。ああ、めちゃめちゃ納得しちゃうな今の。なるほどね。部品を集めると、え、ああ、なるほど。へえ、このナイフがあれば。あんな、お、どうしたどうしたどうした。ジョエル手を貸して。あんな情けない声出しといて、助け求めるときだけイケボすな。ジョエル手を貸して。そういう感じなんだ。ジョエルだけでいけそうじゃない？開けるの。いやー、やばそうだなお腹。ねえ、大丈夫？なんとか。大丈夫なのは。大丈夫じゃないのはムービー中だけみたいですね。それ以外では結構大丈夫そうな感じ出てます。なになに。待って、兵士。兵士、あれが出口、橋の下の扉。楽しい状況ではないな。こっそり抜け出しましょう。気が進まないかもしれないけど、やってみましょう。行くわよ。この人たちって風呂入ってんのかな。嗅覚だけはもう死ぬほど退化してそう。あれね、 OK です。橋の下ってちょっとテンション上がんな。うわ、海だ。海綺麗すぎるだろ。正義の鉄槌ってやつだ。オッケーオッケーオッケー。これで2人を倒したと。あと、てか兵士倒して大丈夫なんですか。気をつけて。そこが今気になっているところでございますわ。兵士倒していいのっていう。このデュエル、デュエルじゃねえ。ジュエル、ジュエルじゃねえわそれ。宝石ジェイルはどっちの味方なんだ。どっちの味方とかもないのかな、もしかして。オッケーオッケーオッケー。周りにいないね。は？え？鳥かなんか撃って生成してる？おいおい、サイコがいるぜあそこに。よし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 。バレてないバレてない。やっぱナイフはバレにくいな。素晴らしいですね。ちょっとあっち行きます俺。あっち行ってあいつを殺せば、今聞き耳立てると、とね、確かね、下に行ったんだよね、一人。そう。だから、ここにはね、あいつしか、あ、登ってきちゃった。登ってきちゃったわ。なんてこった。あいつさっきまで下にいたのに、死体を残してきちゃった。死体残してきちゃったからな。あれバレてるぞーい。奴らはどこにいるんだ。いった、いった。よっしゃ、オッケー。よっしゃ、いい。あぶねー。あとはあいつを。あゆより、なんてことないな。まったく弱い奴らばっかだぜ。弾数も一発でよかったな。ゴミどもが。兵士、倒してよかったのかな。それだけが不安ですね。ええ。それだけが今とても不安ですね。これはなんだ？生成するってさっき言ってたけど、これ誰？なんてこと。ウォレン。ウォレン？
仲間。さよなら。あら仲間。行こうマリン。まだ兵士がいるぞ。あ、そうね。行きましょう。マーリンってこいつのことだったんだ。マーリンじゃなくてマーリンだったわ。ほんでマーリンだったらもう賢者だからね。完全に生成するぜで死体撃ってたってこと。そんなやつ死んでいいわ。兵士だろうがなんだろうが。もう遠くないわ。人間性がゴミ。オッケーオッケー。これで次のステージというかね、本拠地というか。行くわよ。入って。よし、みんな入れ。ああなるほど、頭いいね。いいけど、どこに行くの。周り行ける。血失いすぎてないか、お前。そう遠くない。そう遠くないのはいいけど、血を失いすぎてないか、お前は。お前のことが心配だよ、周り。大丈夫。フラフラだけど、でも大丈夫。ずっと気使ってるな。で、あの女の子の名前いまだに俺分かってないけど、このすぐ先よ。字幕つけてればよかったな、最初から。外出禁止時刻になりました。急がないと。正式な許可なく屋外にいる者は直ちに逮捕され起訴されます。ほう、何を運ばせたい。見せた。なるほどね。まあそうだよね。許可なく外出て感染したら危なくなるのは自分たちだからな。そりゃ規制もするよな、逮捕もするよ。ほんで病原菌の有無をさ測って。ジュエル、手を貸して。あ、もうダメなんだ。もう押すこともできないじゃん。あ、おいおい、どうした。立てよ。手を離して。ちょっと。手は無理じゃない。え、やめなさい。え、あ、違った。随分と若いメンバーだな。可愛いけど。メンバーじゃないわ。嘘、どうしたの。大丈夫、治せるから。治せるの。ガイドよ、私は行けないの。あ、私も行かない。エリー、最後のチャンスなの。パッケージの子や。おい、運ぶってこの子か。ファイアフライがいる州の議事堂まで。そんな遠くまで。でもできるでしょ。戻ったら買った武器は全部返す。倍にして返してあげる。その武器は一体どこなの。キャンプにある。この目で見るまでは何もしないわ。そうだよね。じゃあついてきて。武器を見てる間私は治療する。でもこの子が来るのは危険なの。ジョエルがついててあげて。おい、勝手なこと言わせない。一緒に信用できる。弟のトミーを知ってるの。困った時は兄貴を頼れって言ってた。トミー、あいつはファイアフライから去ったぞ。あんたからもね。生きてたんだ。いい人だった。ねえ、あの子と北トンネルに行って待ってて。勘弁しろよ。運ぶだけじゃない。話は終わり。パッケージの子や。あなたは大丈夫。てっきりサラかと思ってたわ。だから死なねえとか高く食ってたのに死んじゃったからさ。さあ行って。びっくりしたんだよね。急ぐんだぞ。なんか。お前はついてこい。なんかこの男の人とジュエルとエリーがパッケージで、この二人に触れられてないのが気になってんだよな今。死ぬんじゃないか。お姉さん死なないでほしいな。マーリンはいいけど、マーリンは別にいいけど。銃声はしてたけど。もう何があったの。ファイアフライだ。さっさと移動しないと俺たちも同じ目に遭う。プロなんでしょ、任せるよ。なんか俺やだな。これいくつぐらい。中、いや外国の女の子だからちょっと早いかな、成熟は。小学6年生とかじゃない。もう言ってて中学生でしょ、年齢的に。がさ、死体見て何も言わないってやだな本当に。そんなん寂しすぎない。日常になってるってことでしょ。いやー辛いな感情移入マックスかお前。こっちだ。よし来い。
多分姿見させちゃいけないんだよね、これ多分だけど。でも兵士は外出るんだな。それは大丈夫なのか。てか時刻早くない？外出禁止時刻。本当に昼間しか見えない。市民の皆さん、指名手配犯の逃亡や活動への協力は市民にありますか。あら、あ、それ死刑なんだ。法律とかあれだな。どこに行くの？この上だ。北トンネルに繋がってる。どうやって行くの？ちょっと待ってろよ。本当にちょっとだけだぞお前。斜め。おお、めちゃくちゃアンチャーテッドだな。え、めちゃくちゃアンチャーテッドじゃない？俺の勘違いか。ほらこうやって行くんだエリ。来れる？エリ来れる？これグイグイ行っちゃうけど一人で。これ本当に運び屋か？運んでんのかこれ。いける？あ、全然余裕じゃん。強いな。強いよな。だってうん、たまにな。子供は運んだことある？いや、初めてだ。マーリーンとはどんな関係だ？さあね、多分友達かな。友達だと？12歳ぐらいのガキがファイアフライのリーダーと友達？母さんの友達なの。私の世話もしてくれてる。あと私は14、年なんて全然意味ないけど。親はどこにいるんだ？そんなのとっくにいないよ。誰の親もそうでしょ？うん。つまり学校に通う代わりに逃げ出してファイアフライに参加したってわけだな。いい？私を運ばせる理由については教えられないよ。俺の仕事のいいところはな、理由を知らずに済むことだ。正直なとこ、そんなもの知りたくもない。よかった。だろ？いや。ここだ。なかなかだな。重いぜ、設定が。あ、靴のまま。何してるの？よう寝転がれるの？待ってる。じゃあ、私はどうしたらいい？自分で考えろ。そんなことは自分で考えろ。同じこと。てかやっぱ14歳ぐらいでしょ？が時計止まってる。おい、マジかよ。ダメだ、行くんじゃ。時計壊れてたよね。寝言言ってたよ。怖い夢は嫌い。ああ、俺もだ。私、初めて見たんだ、街の外。え、そうなの？そりゃ見たくなるわね。ほんと真っ暗だね。でもここよりはマシ。電気つけて大丈夫なのかな。あ、まあでも大丈夫でしょ。ファイアフライはお前をどうしたいんだ？聞くんじゃないか。ごめん、遅くなったわね。軍の見張りが多くて。あ、よかったよかった。マーリンは無事よ。武器は確認した、大量にあるんだ。やるわね。ああ、行きましょう。これ武器多分物語にあんま関係ねえんだろうな。いやー、ちょっと待って、もうすでにめちゃくちゃおもろいこのゲーム。これ名前何なんだろう。マーリンはなぜ自分で運ばないんだ。あの怪我じゃ無理だろうな。自分でやりたがってたわよ。私たちは第二、いえ第三候補ね。仲間が死んで他にいなかったのよ。外にいたからな。星をくれる奴は生きてるといいな。誰かいるでしょ。もう人の生き死ににも鈍くなってんだろうな。明らかに鈍いもんね、人が死んだ生きているに関してさ。レディーファースト。レディーファーストだけは守る。ジュエルやさすがだぜ。もうネイトって言っちゃいそうになる。唐突に始まる。ここ唐突に始まるな。
動いた動いた。これどういう原理なんですかね、あんま知らないんだよ。よし、誰が受け取りに行く。別の町からファイアフライのメンバーが来るって言って。これ自体がエレベーター。女は貴重なはずよ。あなた何者なの。重要人物の娘かも。答えられないって。そんなとこ。そんなとこ。ねえ、どれくらいかかるの。3年ぐらい。予定通りに行けばあと数時間で着くはずよ。数時間。地上に出たら私たちにちゃんとついてくる。こんなところ行かなきゃいけねえのか。上に行って見てきて。分かった。なんで見てくる役なんだろう。ちょっと先にカメラマン見てほしいな。もうがっつり開けるな。外出。待て、パトロールがいる。そうだね、まだダメだよね。よし、いいぞ、上がれ。明らかに人と出くわさないな。よし来い。これで隠せてんの。気をつけろ。もう隠せてるんだろうな、バレてねえってことは。うわーすごー。雨か、厄介だな。エリーテンション上がってんじゃん。本当に外にいるんだ。やっぱりサソリのマークがついてる。なんなの、趣味が悪い。バス見て、バスか、あれトラックか。趣味ありトラックだな。雨の音いい。ちょっとこの雨の音だけでショート作ろうかな。そのぐらいいいっすね、雨の音。完璧だな。雨好きなんだよな。次の日に予定がない時の雨ほど好きなものはないですね。あー、こんなに雨に濡れても次の日全く仕事も何もない、恵みの雨ってなるよね。わかる人はいるかわかりませんけどね。こっちだ。雨宿りしてく。パトロールも確認しながら行かなきゃいけないんだよね、これ。おお。バカな真似はしないで。ああ。いきなり。膝まづけ。いきなり見つかっちゃったよ。スキャンしておいて。ああ。そうか。手を頭に置く。これで感染してるかどうかだね。こちらゾーン12のラミレス、3名捕獲、回収願います。了解。見逃して。後でお礼する。黙れ。ったくウィングルだ。到着は。あと2分。そうだよね。あの女の子多分黒だろうな。おわおわおいおい。そんな。逃げると思った。まさか殺すなんて。殺すしかないだろう。嘘でしょ。見て。黒なんじゃない？こいつは。あの女にはめられたのか。感染したガキを運ばされていたとはな。感染してない。ない？こいつ見ろ。あれ？訳があるの。さっさと言いなさい。抗体じゃない？これを見て。噛まれた位置なんかどうでもいい。3週間前の傷だよ。2日で変異するのよ。出任せはやめなさい。3週間前。でも本当だって。塞がってるもん。はめる意味ないでしょ。抗体持ってる子重要すぎる。ありえない話だ。ありえたとしたら重要人物すぎるだろう。テス、行くぞ。テスって名前なんだ。行くわよ、急いで。あーで子供連れてくんだ、優しい。いや待って、3人ってもう情報がありまくるからな。あ、合図を出したらインサイドみたいになってきた。俺が分かってないです。どこに？ちょ行け行け。どこに？合ってろ。どっちに走るか言ってよ。もうこいつら先に行かそうもん。合図を出したら走って。合図で走れ。わかった。わかった俺も。今よ。はい。
はい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 、よし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 、ナイトの光は避ける、了解です。テスさん、あーテステステスさん、テストのテスさん、いやーこれはまた走るわよ、いい、うん、俺がダメです。くしゃ、やたらといる、これ避けれんの、あれ避けれんだったらもう何でもいいじゃん。すり抜けてった、すり抜けバグを活用できる女の子、兵士どこ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 、これを調べろ、下がってろ、何も見えないぞ、本当にこっちに来たのか、いやそこにいるやん、しゃがめ、隠れるんだ、ジョエルについていって、ほらジョエルについていって、俺にそれを任すのは無謀では。